こここんにちはここではで星の足の足座標を勉強します今回の問題どうすれば攻略できるか確認していきましょう。で今回はですね特に新しく学ぶ知識はないんでね早速具体的に攻略していきたいと思います。でまずはですね復習の方のの方ための略解ですこれがね訳わ,わからない場合はここから授業を見ていきましょう。 では行きましょう。まず方針を確認します。3点 A、B、C を通る平面を α とするよと。原点 O から平面 α に下ろした彗星の足 A1 の座標を求めようですね。図を考えてみましょう。もう簡単な図でいいです。とりあえずね、この XYZ 座標空間を用意してですね。点 A は X 座標が3で他は0。点 B は Y 座標が6で他は0。点 C は Z 座標が6で他は0。なのでこんな図になりますよね。 そしてこの3点 ABC を結んでできるこの平面をアルファとするよとここまで OK でしょうかそしてですね原点 O からこの平面アルファに向けて垂線を引くとそしてその垂線とこの平面アルファのまあ交点ですね垂線の足 H の座標を求めようということは交点を H とするよっていうことですでそれのねイメージが湧きにくいばこういう簡単な図を書いたらいいと思います O から、ね、この平面 α に関して垂線をビッと引くと垂直に交わるように線を引いてこの平面 α との交点を h とするとこういう簡単な図をかければいいですよね。でどう考えるかなんですがやはり点 h が平面 α 上で平面 α こういう abc でできてるんですがやっぱこのね、えー、図的状況を見たらこれまで四面体で勉強してきた通り oh ベクトルはどう表すことができるでしょうか とというとここ OA ベクトル OB ベクトル OC ベクトルを使って OH ベクトルはね H は平面 ABC 上にあるんでやはり OH ベクトルは S 倍の OA たす T 倍の OB たす U 倍の OC ベクトルと置くよっていうのをここまでやってきましたよねそして何より大切なのがこの平面 α 上にあるっていうことはこの S たす T たす U がどうなるんでしたっけっていうと S たす T たすイコール1になるよっていうのをここまで勉強してきましたよね で、さらにですね他に何か使えるヒントがないかっていうと OH は平面 α と垂直です OH が平面 α と垂直っていうことはこの OH は α 上にあるどの辺とも垂直に交わるっていうことですよねつまり OH 垂直 AB を使ってもいいですし OH 垂直 BC でも OH 垂直 CA でもいいですとで今回ですね僕らが求めたいのはもうこのように置いてるんでね STU の値されてれば答えは終了じゃないかと では、文字3つ置いているんでね、えー、これを求めるために必要な式は何個かっていうと、3つです。ここに1個あって、あと2つですね。2つ、3つみたいな感じで答えが出るんじゃないかということをね、えー、方針を立てて、いざ回答していきましょう。では、ここから具体的な回答です。 点 H は平面 α 状にあるので OH ベクトルはどう置けるかっていうと S 倍の OA ベクトルたす T 倍の OB ベクトルたす U 倍の OC ベクトルとまず置くことができますよね。そして当然この S 指ス T ィータスイコール1になるっていうこれが超重要やったんですよね。 で、A、B、C の座標が分かっているんでね、この OH ベクトルの成分を出すことができます。この OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトルのところにね、こういうのように座標を入れると。ということは、OH ベクトルの X 成分は、ここ 3S で0,0なので 3S です。Y 成分は、ここ 0,6T、0なので 6T ですね。そして、Z 成分は 0, そして0で 6U なので、このように OH ベクトルの成分が分かります。ここまで OK でしょうか。 で次はですね、垂直のヒントを使っていきましょう。OH 垂直平面 α なんでね、OH 垂直 AB でもいいし、OH 垂直 BC でもいいし、OH 垂直 CA でもいいよと。まあ、いずれにせよ、内積0を使うんでね、この AB ベクトルとか BC ベクトルの成分は求めときましょう。まず AB ベクトルの成分はどうなるかっていうと、X 成分は0-3でマイナス3です。Y 成分は6-0で6。Z 成分は0-0で0です。 BC ベクトルの成分も出しておきましょう BC ベクトルの X せは0-0で0ですね Y せは0-6でマイナス 6Z せば6-0で6となりますそしてですね OH 垂直 AB ということは OH と内 AB の内積がこれ0になるっていうことですよねじゃあ OH ベクトルと AB ベクトルの内積が0っていうのはもう成分が分かっているんでねこれとこれの X 成分同士をかけたマイナス QS そして、y 成分同士をかけた 6u かけると0で0になるんでね、内積は9 s たす 36t というふうに表されます。そして、それがイコール0になるということなんですよね。これで2つ目の式が出ました。同様に OH 垂直 BC でも全く同じですね。内積が0になるよと。で、この内積を計算しよう。 これが OH ベクトルの成分、こっちが BC ベクトルの成分ですね。内積は X 成分同士をかけた 3S かける0は0です。そして Y 成分同士をかけたら、これはマイナス 36T、Z 成分同士をかけたら 36U です。この内積がイコール0になるっていうことで3つ目の式が出てきますよね。これでですね、文字3つに式が3つ揃ったことになるんで、この ST、u、の連立方程式を解くことができます。 まあ、もうね、えー、解けばこのようになるんですが、多分皆さんやったらね、実行自身で計算できると思いますが、一応念のために詳細も書いてます。丸の2より s イコール 4t が分かります。丸3より t イコール u が分かります。そして、丸1より s たす t たす u が1。なのでね、ここで s イコール 4t、そして t イコール u っていうことが分かったよねこの s のとこにね、4t、そして u のとこに t っていうのを代入すれば、もう全部 t の式になって、まず t の値が出るじゃないかと。 これで t イコール6分の1が出れば、あとは2ダッシュ、3ダッシュを使えば s も t も出るじゃないかという流れで stu が出るんですね。じゃあ、あと最後です。これで stu が出たのでね、OH ベクトルはどうやって出るか。で点 h の座標ですね。というと、もうここの stu のところに、ね、この出てきたやつを代入してあげて、計算すれば答えが出てくるよという流れです。OK でしょうか。はい、ということでここでは水星の足の座標について勉強しました。どうでしょうか理解できましたでしょうかね あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題い類題しっかり練習しておきましょう。